最後の話なんですけど、これすべての人にはいを、イエスをっていう話なんですが、これやっぱね、これね、最後にね、すごいことをね、教えてくれたっていうか、気づかせてくれたっていうか、そう、ステージ高い人ってやっぱそうなのかなって思わせてもらったんですけど、なるほどなんですよ。ちょっとね、腑に落ちました。なんだっけ、イエスマンっていう映画とか知ってます？で、イエス言って、なんか全てに答えに対して、今まではもうちょっと俺やらないでいいって言ったのは、イエス、全てに対してイエス教みたいになって、イエスって言ってくと、なんかもう運気が上がって、彼女もできて、みたいな、イエーイみたいな映画なんですけども、それとも全然、そういう話、それとあれなんですが、すごいボソッとね、なんか言ってたんですよ。ボソッと言ったの俺は見逃さなかった。後藤輝基愛はね、見逃さなかった。もう俺のイヤーはね、見逃さなかったけど、聞き逃さなかったけど、ぼそって言ったんですよ。なんか、すべてのことに対して、はいっていうことが大事ですみたいなことをおっしゃってて、ちくくのやだ、恥ずかしいな、これ、わざとじゃないからね、本当に。すべてのことに、はいみたいな言ってて、で、そうすると、なんか若い人とかは、なんか、そのな、なんか、泥棒しても、はいって言うんですかみたいなことをおっしゃってて、で、なんか、ぼそって言ってて。それも、皆さん分かるかと思うんですけど、それも、はいなんです。え？と思って、はい、いいんじゃないのって言って、なんか、泥棒するぞとか、なんか、その、殺人するぞみたいな、わかんないです。そういうの、悪いことするぞみたいな言われた時に、普通、いやですって、嫌ですって反応じゃん。やりませんって、嫌ですって。そう、はい、はいらしいです。答えははいなんです、それ。はい。答えははいなんですよ。で、なんでかっていうと、そもそも、そんな人とは出会わないってことです。だから、その自分がね、自分の波動というか、自分のステージというか、自分のレベルというか、自分の状態が、そういうことをする状態じゃなかったら、そんなこと聞かれないって。聞かれないから、そういう人寄ってこない。だから、何でも、はいって言いなさいって言ったときに、いいえっていうのは、いいえって言わざるを得ないのは来ないってことなんです。つまり、おそらく。だから、その時に必要なことが来る。その自分の心根に必要なことが来るってことなんですよね、おそらく。俺もね、でも神経質だから、もう家って答えちゃってもするけど、究極的にはもう何でもはいなんってことなんです。だから、で、はいとか言ったら、じゃあ、人殺せって言ったら殺すんですかっていう人もいるかもしれないです。だから、それもはいなんですけど、はいなんだけど来ないってことです。そんな人は来ないと、自分には。自分がそういう、そんなことはもうノーですっていう状態で言うと、そういう引き寄せないと。で、そのはいって言わざるを得ない環境にいる人にそう寄ってくる。その悪い人には悪い人が、いい人にはいい人がっていうことなんと思うんですね。そういう法則があると。宇宙の法則か何の法則かわかりませんけれども、あるって、僕はちょっと、ピーってきたんですよね。その聞いて、ボソッと言って。俺はね、もう聞き逃さなかったね。これ、すごいこと言ったって。だから、自分の心のステージを上げていかなきゃいけない。磨いていかなきゃいけない。磨かないと、そういう人たちがやっぱ、寄ってくると思うんですよ。おそらく。おそらく。だから、本当僕は、だから、日々精進させていただいて、結構ね、状態的にはね、仕上がってるっていうか、いい感じになってきてるんですよね。本当に。ありがたいことに。体調とかもね、かなりいい。怪我したりしてたけど、俺、確定申告やったじゃん。やったじゃんって知らない人知らないかもしれないけど。で、俺、去年、病院一回も行ってないですよね。俺、初めてかもしれない、俺、人生で。俺、結構、見ちゃうところあるから。で、昔なんて、子供の頃なんて、俺、真面目だから、病気したら、怪我したら病院行くのが正しいと思ってる。真面目な子だったから、すぐ行って薬飲んだりとか、今はもうあんま飲まない、基本飲まないようにしてるけど、そういう子だったんですよ。歯医者行きなさいって言ったら歯医者行ったりとか。もう削らなきゃよかった。もう今も払って、払わなきゃいけないみたいな。もうね、削らなきゃよかったけど、だから、安易にね、安易に病院とか行かない方がいいと思いますけれども、だから、去年はもう一度も行ってないです。その保険、美容は別ですよ。美容は別ですけど、美容のね、シミ取るだとか。レーザー脱毛とか別ですけど、普通のその保険診療の病院行ってないですよ。だってないんだもん、領収書、レシートが。俺行ってないと思って、すごいってちょっと感動したね。
俺が病院に 1年で1回も行かないことあるんだと思って。ちょ感動したね。うん。歯医者くらい行くだろうと思って。歯医者は行った方がいい。歯医者の定期的なね、歯石取りとか。歯石取りはね、結局半年に1回くらい行った方がいい。だから1年行ってないってことだから、行かなあかんない。うん。1年間行ってないから、でも俺歯綺麗なんですよ。うん。俺電動歯ブラシで磨いたり、結構手入れしてるんで綺麗なんですけど、でもプロのやつで行った方がより取れるんで、僕だったらまだ1年に1回ぐらいでいいと思うんですが、普通の人はね、3ヶ月ぐらい。頑張ってる人は半年ぐらい。すみません、ちょっと偉そうに言って申し訳ないです。申し訳ないです。僕だったら1年に1回ぐらいでもいいのかなってちょっと降りてきましたが。だから何の話してたんだっけ？だから、引き寄せるんですよ、そういう。だから自分の健康体が、そういうふうに引き寄せてるんじゃないかなっていう。うん。なので、すべてのことに入って、言って言ったらもうプレッシャーかかる。ちょっと、これはもう、ノーとも言うけど、基本的には、はい。すべてに、はい。っていう方向で、もう意識していきたいなと思います。うん。自分も。うん。はい、もうやらせていただきますっていうね、精神で。うん。はい、やらせていただきますっていう感じで、うん。行きたいなと思います。こんなこと言うと、すべて言わなきゃいけない、言わないじゃないかっていう、思うかもしれないけど、それはそうやろって。あれだけど、それは、うん。俺も選びますけど、基本的なもう精神のことね。うん。だから自分もまずステージ、心のステージ上げて、さらに、はいと何でもね、やらせていただきますと精神。これが大事っていう話。うん。その上でね、全部ね、はいって言えてったらいいけど、そういうものを引き寄せて生きていきたいなっていうことを気づかせていただきました。はい。ということで、すべてのことに入るよという話です。何かの参考になれば幸いです。皆様、愛してます。今日一日頑張りましょう。